はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、サムネとタイトルにある通り、クオカードペイ1億円分が当たるということなんですけども、まあ、発表されたのは、なんかちょっと前だったのかな。なんかこれ全然僕この情報知らなくて、まあちょっと話題になってたので、まあすぐに動画にさせていただいたんですけども、ちょっと今回簡単にまとめさせていただいたので、そちらをお伝えしていこうと思います。で、まずこのクオカードペイなんですけども、いわゆるクオカードっていうのがあるじゃないですか。で、そのギフトカードとかよくもらうクオカードが提供するクオカードペイということなんですけども、まあそれが今回もう結論から言うと当たるんですよね。1億円分のクオカードペイというのが。そう、1億円分のクオカードペイが当たるんですよ。で、応募方法がむちゃくちゃ簡単で、まあ、今回1億円分が1名様だけにしか当たらないらしいんですけども、ツイッターのアカウントが、クオカードペイのアカウントがあるので、それをリツイートするか、応募フォームから申し込めばできるということなんですよね。で、この応募フォームを見たらもうメールアドレスとお名前入れるだけで完了という。で、期限が4月の15日の23時59分までなので、まあもう結構バタバタになりそうだなっていう。まあこれはかなり応募が殺到しそうだなという印象を持ちました。で、ちょっと今回ホームページ、クオカードペイさんのもうホームページを今回参照させていただいてるんですけども、僕がすごいなと思ったのが、今回このクオカードペイの、まあ、使い方なんですよね。で、このホームページ参照させていただいた部分を持ってきたんですけども、まず、このクオカードペイの一番 URL をスマートフォンで受け取ると、まあ、これ何が言いたいかというと、ショートメールとかメールで、まずメールを受信するんですよ。で、その受信したメールを開いたら、すでにその、例えばギフト券みたいな感じで、ギフトメールみたいな感じで、500円とか1000円が入ってたら、もうそれ開いたら500円分とかが出てくるみたいなんですよね。で、あとはその、そこに何かこうバーコードが出てくるので、使うときに。で、それをお店の人に読み取ってもらうだけで使うということなので、まあそこから何がわかるかっていうと、まあこれもホームページの記載あったんですけども、まあ個人情報の登録がいらないんですよね。そして、クレジットカード情報もいらない。結構他のいろんな企業さん、他の QR コード決済とかの場合って、クレジットカード情報とか個人情報の登録、そして銀行口座の登録もいらないということなんですけども、他の決済会社というか、他の、まあ、キャッシュレスの会社に関しては、基本的にはこれのどれかが必ず、登録必要なところばかりなんですけども、今回はその登録がいらないということなので、ちょっと個人情報の入力がちょっと躊躇するなっていう方がいらっしゃれば、このクオカードペイはかなり使えるんじゃないかなとは思います。まあ、ぶっちゃけまだまだ、まあ、いつものことなんですけども、利用可能な店舗、としたら、まあ、まだローソン系列ですね。ローソン100とか、ナチュラルローソンとか、あとはドラッグストア、サンドラッグ、ドラッグトップス、東急ハンズなどなどですね。まだまだ、これも始まったばかりなんですけども、いやー、これはなんか、僕の個人的な印象としたら、なんか、やっぱこのクオカードならではの発想だなっていうところがありますね。これ結構面白いなっていう、結構、まあ、いくらこのキャンペーンもすごいな、面白いなと思ったんですけども、今回このクオカードペイ1億円分に僕は、1億円分のキャンペーンがあるっていうのをパッて知ってすぐパパッて調べて、で、なんか調べたら結構なんか仕組みが面白いなと思って、まだまだ、まあ、ここももちろん普及段階にはあるので使えるお店が増えるプラス、まあ、あとアプリもあるらしいので、まあ、そのアプリでも管理が、ま、簡単にできるということなので、まあ、このクオカードペイも、なんか戦略的にはまたまた面白くなってきそうだなという個人的な印象を持ちました。ということで、まあ、ちょっと今回もバタバタなんですけども、このチャンネルがいいなと思ったら登録、チャンネル登録と、そして Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。